ジムロックはニコラウス・ジムロックが設立したドイツの音楽出版社。19世紀、多くのドイツ人クラシック音楽作曲家の作品を世に出したが、1929年にアントン・ジェイ・ベンヤミンに買収された。会社の起こりは1793年の本で、創業者はニコラウス・ジムロックであった。19世紀には息子のペーター・ヨーゼフが事業を拡大。 さらにその息子であるフリッツが1870年に本拠地をベルリンへと移した。その後、彼の老いにあたるハンス・ジムロックに事業は引き継がれ、1907年にはライプツヒの音楽出版社バルトルフ全フを買収している。1911年にアルベルト・アーンの出版社と合併してアーン・ウント・ジムロックとなり、ボンとベルリンに本社を置くが、 同社との関係は後に解消される。ジムロックは1929年にライプツヒの出版社アントン・ジェイ・ベンヤミニへと売却された。ベンヤミンは1951年にハンブルクで事業を再開し、2002年にブージーホークスに吸収された。ジムロックの文章や印刷版は第二次世界大戦で失われており、古い版から再構成しなければならなかった。 残されていた文書の大半は現在ライプツ比にある、ザクセン州立公文書館に収蔵されているが、一部は1990年代と2000年代、初頭に分散されている。ジムロックは、クラシック音楽の作曲家として紛れもない、実力者らによる作品の最初の出版社であった。そうした、作曲家には、モーツァルト、ハイドン、ベートーベン、シューマン、ブラームス、メンデルスゾーン、 ウルフ、ドボルザーク、ヨハンシュトラウス二世、スークラがいる。注釈出典。ありがとうございます。